今日含めてあと2回ということで、コボルトのボードゲームデザインの、デベロップメントの今回は中盤を 3記事を持ってきました。やります。まずじゃあ早速一つ目入ります、うん、ポール・ピーターソンの聞かす急数的に考えよう、この人は私も知らないんですけども、あのマジック・ザ・ギャザリングとかポケモンとかの TCG のデベロッパーの方だそうです。でデザインはしたゲームはモーモー処理班、見たことあるかもしれないですけど、ハイプロエートカウは見たことはあるからやったことはない、うん、はい、ギロチンはあります。どんなんですか。次々とこうなんか弾頭台に、はい、こう貴族を並べてボンボン首を切っていくというです。ああ、ここだったたまるヒーローですね。まだあるんですね。あるんですね。いい話です。まだ学生だった頃にレビューを、アメリカ人が書いたレビューを翻訳したことがあります。まあ、そういう人間性の方、そういう人間性の方、人間性の方人間性関係ないですけど、はい、用紙ということの早速内容ですが、結論はまあ最初一番文章の最初に書いてありまして、ゲーム制作の目標はバランスが取れていることであり、同じルールとリソースで遊べば同じだけ勝利のチャンスがあると思わせる必要がある。コレクタブルゲームでは特に難しい。コレクタブルゲームってここで言ってるのがあの TCG のことです、うん、ですからこの記事はあの TCG トレーディングカードゲーム、カードを集めて対戦するゲームだけの話だけをしています。非常に助かりますね。そのおかげであの逆に非常に具体例に触れていたりするので、うんうん、です。で、問題点を主に著者は2つ挙げてまして、この1ページ目には数の問題で、次のページになるコストの問題っていう2つです。コストっていうのはあのカードをプレイするコストのことですね。ここでマナコストのことです、はい、ではなくて、でそのバランス調整の話をして、デベロップメントなんでバランス調整の話をしていて、ただあのバランスの悪さは必ずしも排除するものではなくて、それを適切に制御するのがいいよっていうことをこの記事では言ってます。では早速次、数の問題に入ります。数の問題、膨大な数のカードコンポーネントはゲームの収集型な側面を強化し、プレイを楽しくする一方で、相互作用も幾何級数的に増えることでゲームの均衡を崩すことがある。まあカード側の種類が増えたらどんどん組み合わせが増えていきます。また各カードはユニークでなければならず、新しいものは基本セットよりも複雑にならざるを得ないため、相互作用はさらに複雑化して問題が大きくなる、うん、まあ、よくある話ですね。こういうのちょっとやめりゃいいのにしょうもないです、はい、まあでもビジネスですからね。そうですね、ビジネスですからね。ビジネスだし、はい、あのなんだかんだでね、あのマジックで新しいセットが発表されると、神川とかなんか、あ、日本だって言ってちょっと喜んで買ったりしましたからね、はいはいはい、俺もそういうことで、それの解決層は極力多くの可能な組み合わせを試すことは当然です。で、効率よくこれを行うには、ゲームで最も危険なカード、つまり複雑な能力を持つものや大きな変化をもたらすものを特定し、そこを完璧にテストする、まあ、完璧にっていうのはこの本の原文まんまです、はい、要はなるべく極力できる限りテストしようっていうことだと思います。その後次に危険なものに対して同様に繰り返す。これはなんか自分もテストプレイしてて結構あの実感するところで、やっぱり危ないところっていうのはなんとなく分かってるんですね、直感的に。直感的に分かるので、そこに重点当てるのはいいことなんだよっていうのを、あのプロがちゃんと言ってくれるとすごく助けになりますね。これはあの読んでて、あ、ホッとしました。あ、これでいいんだって。まあそこをなんかあのちゃんと焦点当てられるかどうか、カードの効果とかを、特にテキストカードなんかは普通のユーロゲーム扱ってても危ないところだと思うんで、そこに対してのテストっていうのは大事ですね。またテスターを多く集めることも重要だ。同じ時間でより多くテストできるだけではなく、人が違えば見える問題も違う。ちょっと右に引用を書いてまして、10人のデザイナーが1つのゲームを6ヶ月で遊ぶ回数よりも1万人のファンが1日で遊ぶ回数の方がおそらく多いということだ。彼らはゲームデザイナーが想像もしなかった遊び方を見つけるだろう。まあ1万人集めるなんて普通無理なんで、あの企業だったらできるかもしれませんけど、まあ物の例えではあります。だからそれは本当にそう、あの他のこの本の他のコラムでも言ってますけど、本当にそうで、ずっと固定メンバーでやってると、その固定メンバーの適性が出ちゃうっていうのが、なんかさ、うん、ちょっと前にデイリーユーかな、誰かのコラムでも書いてあったと思うんですよね。だからそれを避けるっていうことで、ちゃんと外にテストを出してやってみるっていうことは大事なんだなっていうのは分かります。
それがいつも言えるわけではないんですけど、まあ、それについてはそのテストのフェーズとかについてはここでは触れてないので、まあ、それが役に立つっていう話ですね。でテストの対戦や勝敗を記録することで問題を特定し解決策の成否を確認できる。データベースを作って現在と過去のデザインの比較を行うとカード効果の悪化や重複を防げる。これがその本当にできるのかっていうと、まあ、どういうデータベースを作るかですよね。そうです。データベースって言った時に私はIT の仕事をしてたので数万件とか数十万件、はい、数百万件入っているようなものを想像してたんですけど、はい、多分そういうことを言ってるんではないんですよね。Excel のシート一覧とかこれこそそういう、多分そういう話じゃないんですかね。デジタル TCC とかだと実際 のプレイ、テストプレイで、はい、どういうカードとどういうカード組み合わされているとかも実際なんだろう、こういうことやってますよみたいな発表がありますけど全部プレイログ取れますからね、はい、アナログだと無理でしょう、ね、そうアナログだとかなりきついと思うんですよね。それはしそういう話もなんだろう、なんかいわゆるユーロゲームとかドイツゲームなんか の固定したセットで普通アナログでテストするみたいな想定はそもそもしてないのかもしれないですね。MKG のアリーナとかの話なのかもしれないですね。この時代はなかったでしょうけど、ただまあ記録をある程度取っておけと、さっきもヒロシさんのゲームテストで時間を何分開始何分終了みたいなことを書いてましたけど、そういう何分間かかったかとか、なんかどこに何分間かかったかみたいなのを細かく時間を取っとくみたいなこと案外大事だったりしますね。そのプレイを見ててその雰囲気を見ろっていうことはよく言われますけど、そういう定量的な部分なんかも結構重要だっていう意味ではこの強調は意味があるかなって思います。現在と過去のデザインの比較を行ってカード効果の悪化や重複を防げる。多分その複雑にしすぎて悪くなるっていうことだと思います。それでデータベースね、多分同じデータのカードあるじゃんっていうのが、ああそうです、はいはいはい、はい、そこをチェックするタイプに多分あると思うんです。そうですね、似たような挙動数のテキストが違うとかあったりしますから、はいはい、ああそれはそうですね、困りますが。では次いきます。なんかその話がねまさに次に出てくるんでちょうどいいんですよ。次コストの問題。コストゲーム中にコンポーネントカードを使うにはコストがかかる。マジックではカードを1枚プレイするのにマナを支払う。マジックの各カードには備わる一連のメカニクスに基づいてマナが決められている。その割と厳密に決まってるっていうようなことを書いてました。よくわからない、マジックは 初級者なんでよくわかりません。2マナだったら22の生物が出せますとか、はい、そういう感じの、うんうんうん、そう多分そういう感じらしいですね。査定があるんですよ、能力ごとに、うんうん、基本的にマナ分のパワーたくさんだけど、どんどんちょっとずつこう上がってるかなみたいな感じですね、うん、そうなんですね、そうなんですね、まあそうでしょうね。そうしないと作るのめんどくさいですさらに手札の価値やデッキ枚数など目には見えないコストもある、うん、そうですね、したがってカードバランスは難しくなり、カードの価値は適切とみなされるコスト範囲の中間あたりに落ち着くだろう。何マナか何マナぐらいが適切だよっていう中で、まあ、真ん中を取ることで、ポイントちょっと難しい問題として挙げているのが、あるコストだと他のカードでも強めになる、だけど1段コスト上げると弱めになるっていう、やや強いとやや弱いがあって、ちょうどいいにストンとはまらない場合もあるよと、弱すぎちゃう強すぎちゃうという場合もあるよで次ちょっと面白いんですけど、一つの解決策はとりあえずカードを発売することだ。まあでもその通りだなと思いますよね。プレイヤーをテストプレイヤーにするっていう、はい、よく Windows が叩かれてるやつですよね。ユーザーをテスターだと思ってやる。結果不完全なバランスになるが必ずしも悪いことではない。例えばポケモンにはビル、ロケット弾の手口というカードがあり、前者よりも後者が強い。右に詳細を書きました。ビルは自分の山札からカードを2枚引く。ロケット弾の手口は自分の山札からカードを2枚引く。その後相手は手札を1枚取らしする。ビルはまさきだったかな、日本語だと。そうですね、まさきですね、多分。そんなまさきのこと確かビルだったと思う。名前が違ってる。レアリティーショーですか。いや、レア、いや、コモンですね、普通に。1対1弾のカードだったじゃないですか、ビル確か。ロケット弾の手口は、拡張のロケット弾の、まあ、もうごめんなさい、20年以上前の話なので、さすがに覚えてないというのが正直なんですけど、そうですね。トラッシュっていうのは捨て札です。捨て札です。つまり相手に1枚捨て札をさせるってことですね。強いですよね。
強力だ、うん、自分が2ドローして相手に、はい、うん、まあ、ポケモンカード独特 の、 その問題として、うん、あの T、マジック・ザ・ギャザリングが書いてるね。マジック・ザ・ギャザリングのマナコストに関わるものがポケモンにそのエネルギーをつけて、このエネルギー4つ持ってるとこの技が使えるよみたいなのが2つあったんですよ、はいはいはい、なんで各キャラクターにエネルギーをつけなきゃいけない分、うんうん、手札消費が激しいんですよ、システムの、うんうんうん、ある意味、まあ、可否と言ってもいい部分で、うんうんうん、なんで大きい博士っていうカードで手札全部捨ててカード7枚ドローっていうアホみたいな感じなんですけど、それ4積みするところから始まるみたいな環境だったんで昔は、はい、なんで、まあ、なんだろう、まあみんな持ってるんだからいいじゃんぐらいの感じになって、うん、手札ドローみたいな、まあ、そのぐらいだったらなんか、うん、2ドローは確かに、はい、うん、私そういうのを聞くとあの TCG って本質的にバランスはないんじゃないかと、ね、うん、なんかそんな気がしますよね、うん、ないというかなんかプレイヤーが無理やり作っていくようなところが与えられたカードプールの中で一番強いのはどれかなっていうじゃんけんをやるくらいのイメージなので、とりあえず出しちゃうっていうのはまあいいんじゃないのっていう、うん、まあ、なんかそのそう結局じゃんけんであっても自分がそれを考えたような気持ちになれるのは確かに楽しいですよね。これは楽しい、あのマジックのアリーナを弱いながら触ってて万年ブロンズでも楽しいです、うん、はい、で、はいはい、でそういうか2種類のカードがあって、このような2種類のカードを作る最大の理由はデッキにその効果をより多く入れるためだ。どういうことかというと、はい、TCG の奥では1つのデッキに同じカードは限られた枚数、ポケモンでは4枚しか入れられない。マジックもそうですね。もう一つの理由はプレイヤーが限られたカードセットでプレイすることをデザイナーが想定している場合だ。各セットに一定の能力を持たせるなら同様の能力を入れる必要があり、セット内で相互作用によってカードが強すぎたり弱すぎたりすると蒸気のようなカードを作ることになる、まあ、同じカードを持たせてもそのセットって言ってるのはあれですね、第何弾っていうのがローテーションしていくので、そのローテーションによって消えていくもします。ローテーションが古くなったら使えなくなるので、また新しい環境に前と似たようなカードを入れるっていうことはします。でそこでちょっとその第何弾の内容によって微妙にカードの強さが相対的に変わるみたいなことを書いて、毎回思うんですけど、よく TCG プレイヤーってそういうものに付き合いますよね、ちゃんと、ねね、ひどいじゃないね、うん、まあそういうカードって結構そのなんだユーティリティ的なカードで、そのデッキのこれがやりたいみたいなカードではそんなに長かったりするので、そもそもそのなんか最新プラス2時代前までっていうそのなんかレギュレーションをなんかみんなちゃんと付き合うんだなみたいな、あそれは思います。それはちょっと みんながやってる遊びだから、とりあえず付き合うみたいなところはあるのかなとは思いますけど、うんうん、自分たちでレギュレーション作ってやる、いや別にやってるのは使いますよ、まあそのあと古いカードも全部使えるっていうレギュレーションもあるので、最新環境、ただやっぱり最新環境だけしか認めないっていうのが一応推奨になってますね。まあでもそれって単に商売的な話だよね。そうです、まあ新しいカードが次々出るのも完全な商売上手でしかないわけで、まあ全種類使えると本当に分かるかって感じで、まあね、それはあとは相手想定して遊ぶで、要はこういう相手多分これ出てくるなっていうので、じゃあ今回まだ使わずに構えておくかとかあるんで、まあある程度限られてないとできない遊びではあるんですよ。だから不思議だよね、他のゲームでないでしょうし、ね、ないんじゃないですかね、いや、まあ、ある意味デジタルゲームのポケモンとか若干近いかな、ある意味で。あ、まあ、ポケモンはまあそうですね、はい、ただまあポケモン TCG はそうだよ、いや、まあ、TCG じゃないポケモン、はい、ポケットモンスター、はい、でもまあ同じ時期のゲームですからね、 TCG とポケモンって、まあ、まあただポケモンがそれを想定して最初に作られたかというそういうゲームはないと思いますけど、まあ、そうですね、1990ポケモン5、4か5ですよね確か、そんなでしたっけ、もうちょっと後か、後か6、はい、リンダキューブっていつでした、ね、ポケモン調べよう詳しい人いるじゃん、まあまあ、リンダキューブとポケモン同じ列で語っていいのかどうかという問題もあるんですけど、うん、まあ、言いたいことは分かりますけどみたいな、かろうじてやってますけどみたいな、あとあの種の、コレクション、まあ、コレクションゲーム自体はもうちょっと前からあるのか、ではどうだろうな、ポケモン1996年2月です ね、そうですね、そのもんですね、あと TCG から3年ぐらい遅れてるのかな、 TCG って93ぐらいのゲームですよね、うん、確か、そうですね、90
まあ、TCG 勢にはかなり少なくとも珍しいデザインだったとは言えるんじゃないですかね。TCG 1993ですね。3ですね。 TCG 勢はマジック・ザ・ギャザリング以前にも、はい、RPG とかそのコンピューター基盤なかったとまでは言えないと思うんですけど、でもちょっと記憶にないな、うん、だって拡張をどんどん出すみたいな話でしょ。なんか今だとそういうのが多いんで、今はもう完全にそうですよね。だから TCG 以降のデザインとは言えるんじゃないかな。いや、本当よく付き合うよなと思いますね。まあ付き合いきれなくなってやめるのは確かに正直多いのであれではあるんですけど、なんかこう資本主義の精神とかそういう深いところでなんか、うん、あでもなんとなく知ってるところでちょっとだけ違う要素があるっていうんで、あの毎回いつも刺激が定期的に与えられるからゲームを続けられるみたいな、動物実験を見てる。そうですそうです。毎日餌が出るんでここに行きますみたいな感じ。ある意味でどういうゲームなのかを自分たちでデザインしてると言えるゲームなんで、そうね、はい、まあ、それにちょっとだけ変えて出すっていうのは最近のユーロゲームもそうですからね、うん、だからまあまあ、 あの商売を優先すれば自動的にそうなりますよね。そりゃそうです。このだんだん、このパラグラフの最後ですね、この相関の解決策として異なる2つ目の能力を追加もできる、まあ、カードに何か別の能力をくっつけることで、そうすると直接的な比較は難しくなる、その2枚のカードの能力を単純比較ができなくなるから、それ自体はいいことだと言います、うん、がカードを2枚引くといった単純な能力は価値が高いので、そこに能力を追加するとゲームを複雑にしてしまう、うん、その通りですね。しかも引いてから何かするから、そう引いたカードで考えなきゃいけないし、うん、まあ、引く 前につけてもまあやっぱり複雑は複雑ですね。次ですね、ただしバランスの悪いカードは幸運を生み出す、マジックにおいてブラックロータスとタイムウォークのゲームの可能性を示した。本当かよく知らないですけど、よく知らないんで、へえ、そうなんだ。タイムウォークはあのもう一回、もう一旦ブラックロータスは0マナで、3マナですね、3マナ出てきます。黒の3でしたっけ、黒だけで、無色の3、無色の3、無色誰でしたっけ、あれ有色好きな色のマナー3個じゃないですか。ロータスシリーズって確か好きな色、好きな色が全部出た気がします。うん、そう、あのさすがに使ってもないんだよねって話で、もう2万円で売ってるところ見たことないです。エニーワンカラー、あ、はい、もうどっちでもおかしいんだよ、正直。だからチートです、チートなんです、パワーないんですから。すごいですね、好きな色のマナー1色を3つ、なんかオレツ A をみんなしたいっていう、うん、マナーずつ増えるっていうのはどうやったんだっていう、そう、でそうしたレアカードは多くの場合他よりも明らかに強力で、プレイヤーはそうしたバランスの悪さを見つけると自分が賢くて力があるように感じる。これすごいですよね。いい言葉です、これはすごくいい言葉ですこの後の記事、あの別の記事でもで他の人も言ってるんですけど、やっぱりそのプレイヤーに賢いとか思わせるっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのはこの本を読んで一つの気づきですね。まあ、うん、そう、実際にはバランスが取れてなくても良い、取れているように思わせろなんか実、そう、プレイヤーに自分は賢いっていうふうに思わせる、いい思いをさせるのがゲームデベロップメントだ、デザインだっていうのが、ね、俺だから分かるけどさって言わせたらこちらも何も蓋もないですね。そう、本当に難しいのはバランスの悪さを排除ではなく制御することだ、うん、一つの問題は特定の戦略はゲームの遊び方を支配することだ、うん、そうですね、カードあるセットを発売したら、うん、一番これが強くなったみたいなのが、うん、じゃんけんでグーとパーしかなくなりましたとか、そうですね、っていう、はい、あのドラクエのデジタル TCG でそういうのがいっぱい出てましたグーとグーに強いグーしかない、うん、そんなのあるね。グーとパーとすら言わないから、ね、なんだろうな、支配的ですから ね、 ね、競合させるためにより強いカードを作って次のセットで発売すれば対抗戦略を強化できる。あ、そうですかこうしたやり方はいたちごっこになる恐れがあり、最近の注意を要する、はい、まあでもソシャゲってみんなこんな感じなんですか。そんな感じです。ソシャゲみたいな。販売戦略としてはいいわけですよね。うん、まあ。そうです。販売はソシャゲはそう。永遠に循環すればいいわけですよね。いいわけですよね。そうですね。いや、一回これが売るコツを教えてくれてます。ああ、出れちゃうかな。あ、なるほど。はい、いろいろ。その先に入ったんですよ。
そう、あのゲアキャラがね明らかに強いとそうなっちゃうんで、うん、ペイトゥウィンになっちゃうから、ね、それを弱くしようもんだったらすごい不満が出るんで、ね、コラボキャラだからできないはい、ね、いやただそれはちゃんとね書いてます、一応書いてます、その次のページで、次のページいきます。適切にバランスを書いたカードを作るにはコツがある。まずコンボの作り方を習得しよう、うん、カード単体で完璧にバランスが取れる場合もあるが、2枚を組み合わせて使うことで強さの単純な合計以上の効果を発揮する。偶然生まれたコンボを見つける方法を習得したら、いずれ意図的にコンボを作り出す方法が分かってくるだろう。これはね、なんかあのそう、うん、そう、これは結構難しいなと自分は思うんですけど、でもまあやんなきゃいけないですね、デザイナーは。正しく組み立てられたコンボは強力で、かつゲームの楽しさを損なわない。コンボを発動させるには労力と運が必要だからだ。プレイヤーは必要なカードを正確に手札に聞いてきて、かつ発動させる順番にその両者をプレイする必要がある。だからそのカード、あのそれをやり確実に決めたかったら、どんどんそのデッキの中にそういうカードを増やさなきゃいけないから大変だよって言って、ね、マジックの60枚デッキでこれはこうなんだだから大変だから、そのコンボを決めさせると強力なんだけど、そんなにすごくバランスを崩すわけではないっていう。そうですね、10回に1回100勝分くらいの価値のある1勝ができれば良いっていう、うん、プレイヤー心理的にはそうですよね。そういろいろ嫌なのが思い当たるけど、めぐりメジャーとかめぐりメジャーとかめぐりメジャーとか、うん、あるんですね。よくわからない、皆さんのトラウマが終わりで終わりなので、はい非常に心温まる話ですね。はい、次いきますね。一方、バランス制御における悪い解決策はレアカードをより強力にすることだ。やった。そうですね。やった。レアカードを強力にすれば、それ以外の全てのカードの価値を下げてしまい、誰が一番多く金を費やしたかのゲームになる。うん、そうだね。そうですよ。だからみんな上限まで張るんだから一緒ですよ。一番とかないですよ。ある意味で、ね、でもレアカード強いはある程度はないといけない。ある程度はないといけないでしょうね。もちろん、うん、あるいはレアカードは特殊だったりするか。そうです、そうです。ここに書いてるのは特殊にしなさいですよね。そうです、そうです、そうです。あのただし以下で書いてるのがそういうことですね、うん、つまりあの適切にバランス、適度にバランスを書いたカードは複雑なメカニクスを要し、コモンカードとは異なる場面に使われるため、結果的にレアカードになることもある、うん、あのあれですよね、強いのがレアなんじゃなくて変なのがレアだっていうのはよく、うん、これあれは最近聞いたんだっけ、なんか強いのがコモンなレアなんじゃなくて変なカードは、汎用的になってくるようなやつはコモンにした方がよくって、うん、あの特殊な状況でしか使えない変なカードをレアカードにした方が、あのディベロップとしてはいいよっていう話をツイッターでやったら、うんうん、あのいやレアカード強くしなくてどうすんだよって言ってボコボコに叩かれましたね、うん、あプレイヤーの皆さん的にはそうなんですねっていう感じでプレイヤーの皆さんはレアだろうがコモンだろうが全部揃えるんだから一緒でしょ。じゃあ作っていただければいいのにって思って、ね、うん、ね、まあでもレアカードが弱いとがっかりする、確かにあるある。でもなんかその話を前に聞いたときは、ああなるほどその通り、なるほどなその通りだって思った。ディベロッパーとしてはその通りだなって思いながら、うん、そう言いながらそうなってないところもあるじゃないですか。あの2色取って絶対レアとかね、はい、うん、もうなんかまあ、そっちに3000円かけるもんね。そうで、これはリアリティを基準に効果の序列を意図的につけるのとは別の話だ、うん、その通りです。だからそうです、だからそっちが正しいんですよ。デベロップや山ほどやってる人がこうやって言ってるんだから、なんかこのカード持ってるとちょっと箔がつくよねみたいなのは、うん、あの自尊心をよしよししてあげるために、あのいくつか用意してあげてもいいんじゃないかなと思います、うん、大変なんですよね、ゲームデザインというのは、ね、要するに嫌なゲームだな。そう、嫌なゲームですよ、嫌なゲームです。いや、次もお金落としてねって言ってこう、ね、そう時々いい餌をあげないといけない。お金でパワーファンタジーを買うという、まあ、ここで書かれてるわけですから、そういうどうしたってそうなるわけです、うん、やっぱり資本主義なのかな、そう思いますよ、ね、やっぱり、やっぱりこう、なんていうんですか、こう何でしたっけ、あの継続する企業は継続するものであるっていう、ボーイングなんだっけ、そう、あの、何だっけ、ゴインコンさん、そう、ゴインコンさん、そうであるためにはやっぱりそういうものが必要、こういう要素になっちゃうんだと思います。だからそれははっきり言ってますね。さ、最後にコレクタブルゲームはプレイヤー自身がカードを選択できるためバランスを取るのが最も難しいゲームの一つだ。その一方でこうしたゲームは息が長く新しいカードを導入し続けられるので、デザイナーはゲームの展開に応じてゲーム負担が環境を整えることができる。うん、いや大変ですよね。ね、うん、はい、いやまあレアまあ、うん、いや、まあ、やっぱりいいカードですね基本的には。うん、
それはそういいカードはいいカード。いいカード。なんかかっこよさみたいなのがあるというか、人からの注目を集めれるカード。それは単純なパワーでもいいし。でもなんかここまであからさまにその何金儲けだよじゃないですけど、なんかそういうところを、そういうところをあの隠さずに その通りであるっていう、別にそれは決して悪い、必ずしも悪いことじゃないんだみたいなスタンスで含めて言ってくれてると、逆に参考になりますよね。差が分かるし、そのどこがポイント、どこがさあのユーロゲーム作るときにも引っ張り抜けるどこが違うのかみたいなことが分かるんで、このぐらい具体的な方がいい、なんか、はい、いいですね。非常にこの記事は良かったです。そうですね。あと分かり、この文章ね、すごい分かりやすかったんですよ。ほぼこのままのことがちょっとより具体的な例を挙げて書いてくれてるだけなんで、すんげえ読みやすかったです。アーネストとは全然違いますね。ただ分かりにくい文章が一概に悪いわけでも、ね、ないので、ですけどまあ。次、やっぱりマジックのテストプレイヤーで編集者、プロダクションマネージャーのデブ・ハウエルという人です。楽しみを削ぐ、でゲームの楽しみを削いてはいけないということで、どういうことが楽しみを削ぐかということで、具体的にはキングメーカー問題についてあります。でさっきあのこういうあの1枚の用紙をお配りしたんですけど、これはあのこちらの綾羽さんが、2007年にあの横浜で SF 大会のあの世界版みたいなやつやってまして、そこであのゴールデンガイドライン for グッドゲームデザインっていうので、多分このデイブ・ハウエルさんがあの講演してたんです。その時 あのスライドのメモみたいなのが見つかったんで、参考に持ってきました。会場にはいたんだが、そんなのあったら日本語で喋ってくれない。日本語で喋ってくれないんで、結構必死にメモって。あ、えらいな。英語で喋れる人大変ですよ ね、聴衆ってどのくらいいたんですかね。聴衆は、僕が立ち見だったんで、かなりいっぱい結構いっぱいいましたね。あの大きいホールでやったんだ。大きいホールではなくて、ちっちゃい会議室みたいなスペースですね。ミニ会議室みたいなで、あのこれ一応日本語訳つけましたけど、2007年なんで僕が英語を勉強し始める前なんで、あんまり信用しないでくださいという。まあ英語を読めばいい。英語は信用できる。英語は信用できます。あのスライドをそのまま映してるので。なんで私もこれあの目を通してなくて、さっきいただいたもんなんで、お配りしただけです。後で読んでみると多分面白いと思います。直接は触れませんけれども、はいはい、ではレビューのこちらの方に行きます。はい、用紙、最初にやっぱり結論を書いてますね。最初に結論を書いてくれるのいいですね、はい、ね、読みやすいです。ゲーム終了時まで十分な勝利の可能性があるとプレイヤーが信じることができなければ、そのゲームは面白くない。で本当は勝率は高くなくてもよく、現実的に十分なチャンスが必要なわけでもない、プレイヤーにそう信じてもらえればよい。非常にこれは金言です。それを混同しているというか、なんか最後まで僅差にしなきゃいけないと思っているあの同人ゲームデザイナーは割と多いです、そうすると何やっていいのか分かんないゲームになっちゃうんですよ。何やっていいか分かんないし、運にでも決まらないし、結局なんだろう、4位にすごい加速させてるだけとか、そうです、ね、1位にすごい嫌な思いさせてるだけになっちゃってるから、あと点数の差が結局あまりつかないとかですよね、大体どっちかなんですよ。その点数のバランスを過剰に取っちゃうか、それか先行が最初に走ったらそのままずっと走り切れちゃうかのどっちかで、そうなるの、まあそこに持っていくだけでもまず偉いんですけど、形にしてるから、その一回そうなって、じゃあそこからどうやってこの勝率は高くなくてもプレイヤーに信じさせるだけで、低下なんか、低いけど逆転の目がある、だけどちゃんとやった人が勝つよみたいなゲームに持っていけるかっていうのが、なんかその デザイナー中級者ぐらいになるための一つの階段かなっていう感じが自分はします。はい、ということで、指針ということで、1から6まで上げてくれてます。で1とで 2のところが特に強調されてますけど、まずは1から順番にいきます。指針1、ゲームが終了するまでプレイヤーを脱落させない、まあ、今のゲームでは当然ですね。
人狼かっていうのはあの割と真剣に考えた方がいい。これはそうね。ああただまあここにいてる脱落っていうのはそのモノポリーの例っていうのはその一層脱落させてくれみたいな状態で居残っちゃうプレイヤーがいるのが良くないっていうのはまあそうかなというのはそうですね。うん、ただ、まあ、人狼みたいにできるかっていうとまだそれは別の話ですね。そうですね。むしろその最終ラウンドぐらいはもう仕方ないところはあるからな、うん、どれくらいだったらもうなんか最終ラウンドも脱落してるようには普通にあるし、だから最終ラウンドは長いところもあるから、うん、そうですね。まあでもどのレベルでっていうのもあって別に脱落しだしちゃダメなんだったらそもそも最終ラウンドだけやればいいじゃん、うん、っていうのもまあそれはその通りですね。確かにそうだからラスかその例えば3位ぐらいまでならまあ上がれるかもねぐらいならいいのか、自分の時に勝ち付けがあるんならいいけど、うん、でまあどうやって、まあ、これは立場というかグラデーションがある程度あって、あそれこそモノポリのあそこまで極端なもんいいという人はあんまりいないと思うんですよね。まあ、ほぼゾンビみたいな状態でなんか歩く屍が骨地下として周辺をろくついていますがみたいな。あとそのファミリーゲームなん、割と何ですかね、俺はそんなに ガチガチにゲームやる派ではないんで、ね、むしろ脱落させてあげた方がその休憩に行けるじゃんっていう気持ちがある。別にいいでしょ、そんな付き合わなくてもみたいな。ルールでちゃんと脱落させてくれたらちょっと休めるのに、その勝負がついてるのにそこにいなくてはならないからみたいなのがすごいなんか時々腹立つんですよ。ありますね。ね、二人乗るとね、うん、負けましたっていう。そうそうそう。そうといいんですけどね。もしうちだとどうしてもね、いてもらわなきゃ困るっていう問題があるんですよ。麻雀なんかも投了しますって言えない。言えないですね。そう。それは結構問題だなと思っていて、そうですね。そうか。ルールに。投了を許可するっていうことの書けばいいなくもないですよ。そういうゲームデジタルゲームは投了してくるから問題なんですよ。そうそうそう、デジタルゲームはなんかこう不利になると簡単にみんなやめちゃうから、うん、でそれでまあいい風にような気もするんですけどやっぱ嫌なんですよね、うんうん、そこは微妙な問題で、微妙だね。投了したから俺勝てないじゃんってあるからね、正直、うん、その投了というのをどう勝ち付けるかみたいな、意外と、ね、まあ、デジタルゲームのデジタルゲームというか、オンラインゲームですよね。オンラインゲームでは大きな問題になる、うんうん、いや2人マジックで2人対戦しててね、相手が簡単に なんか突然爆発してくれたら、うん、別にそれは爆発、負けると爆発のエフェクトが出るんですよ、うん、だから、ね、突然相手がなぜか爆発してあ俺勝ったんだみたいなことがよくあるんです。それはいいんですよ、うん、負けたって見えるから、うん、問題はなんか負けたのに遅延行為をして、うん、延々なんか朝から40分ぐらい経ってそろそろ子供が起きてくるんだけど、うん、みたいな時にまだ何もできないまま時間だけが過ぎていくって、ああいうのが最悪なので、なんかその投了することによって何かしら他のプレイヤーにいいことがあるようにとか、そうすればそんなにいいんじゃないかなみたいな感じで、あ、昔なんかのゲームで、いいですね、招待系のやつで、うん、うちの陣営敗北条件満たしていますっていうのを宣言すると勝てるっていうのがありましたね。あなたたち今勝ってるんだけど勝利宣言しなかったんですねって言って、はいはいはい、これはマギみたいな、あ、そう、クギベジの手入れ忘れてる、勝利の手入れ忘れてる、それはそれでなんかいい緊張感があってよかったです。それでもなんか別のルールのやり方するな。なんかね、あ、でもあれでしょ、ランドルフでもそういうルールあるじゃないですか、うん、なんか色はそのどの色だったかを当てれば逆転するみたいな感じで、それはありあるね。そっかそっか、順でしたっけ、そういえば誰が勝者になるか予言して書いておいて当たるとそいつが勝つっていうの。いねえな。知らない、知らないです。リュウ、あの日のリュウスが学生だったと思うけど、モニプレーターなんかの時に。リュウのリメイクって面白いんですか、うん、どのリメイクですか。あ、元々のリュウのリメイク。元々のリュウのリメイク。イオンのリュウのリメイク。うん。まあ、まあ、こっちは。私は割とスキリウムはこの間やりました。読みました。まあ、ぐらいのゲーム。これはアーカイブに入れてくれないんですか。
あれはなんで竜に出すかなっていう感じが。その竜ってどんな小説なのか実は知らないんですよ、ね、あれ、そっちに特に日本だとここまでね、うん、しっこい会社してるわけではない。あのサンドワーム君は偉いんですか、竜の中で。サンドワーム、竜の。竜説明したら長くなる。竜読んでないので、なんかあのパッケージがどうのできるんですけど、竜インペリオもこの間やって、うん、あのサンドワームの偉さが今一つ実感できなかった。竜、まあ、といえばあれでしょう。でも、竜インペリオのサンドワームはほとんど存在感ゼロなんですよ。まあ、いや、そういう意味では竜は別に、その架空言語とかは楽しみな話なので、うんうん、そもそもサンドワームの戦いの話という解釈。なんかサンドワームは勝手になんかこう毎ターンスパイスをもたらしてくれる謎の存在でしかないんですよ、うん、スパイスが大事だからみたいな話がゲームのものですけどね。さて、いやすみません、なんかね、うん、今阪神が勝ったところを見て、横浜が阪神に負けたところを見ていて、それでその文脈でスパイスって聞いたから、ああみたいな。阪神スパイスで検索すると出てきますけど、まあそれはいいです。それは全然関係ない。全然関係ない。どうでもいい。てか龍も出てこないです。次指針の今のはちょっと今のね脱落の話が非常に面白かった、なんか良かったですね、面白かったです、ね、面白いですね、意外とここで、いや将棋ってなんかいいゲームじゃないですか。脱落もちゃんとあって、そうですね、投了っていうのもちゃんと、うん、投了がちゃんとあるっていう、勝てないと思ったら投了していいっていう、うん、そう、2人用ゲームでね、それができ2人用はそれができるのがいいですね。大人数無理なんだよ ね、 ね。指針の2、キングメーカーは最悪だ。でキングメーカーにも3種類いるよっていうことを書いてる、3種類 ?3 種類いるよって書いてます。先に次のページを見た方が早いかもしれないです。5ページの上に書いてます。この筆者がどういう分け方をしているかっていうと、キングチューザーっていうのは他の誰がゲームに勝利するのかを決定せざるを得ないプレイヤー。でキングメーカー、他の誰かに勝利を手渡すことのできるプレイヤー。でキングブレイカー、他の誰かから勝利を奪うことのできるプレイヤー。これは4ページに戻って、うん、でも4ページに戻ります。これまあ一括してキングメーカーっていうことが多いから、そうですね、うん、はい、キングメーカーってゲームはなかったし、ありますけど、ありますけど、それは全然話が違う。で指針2の A、 キングチューザーを作ってはならない、はいはいはい、でプレイヤーの選択一つでゲームで勝者が決まる場合、はいはい、本に書かれてたのはなんか右隣と左隣が両方とも勝利条件にあと1枚持ってて、はいはいはい、自分がどっちをドラフトするかによってもうそれで決まっちゃうみたいな感じですね。人数プレイゲームだと割とありがちなね、ことですよね。まあ、マルチプレイヤーズゲームの宿命ですよね。そうですね、そうです、本質的に解決できない、うん、原理的に、うん、そうです、解決できないから、じゃあそれをどうやってごまかすかみたいな話がこうあり、まあね、ますね。そうです。で指針2の B、 キングメーカーになることが楽しくあってはならないリスクので、俺これそうかなと思ったんですけど、まあ、うん、いいんじゃない、うん、そう、まあとりあえず言いますね。一番不利なプレイヤーは攻撃されるのをひたすら耐えるよりも負けを承知で無謀な攻撃を仕掛ける方を選ぶ。まあリスクってでもそういう、そのなんかうわーっていくのが楽しいって言う、そうなんですよ、そうなんですよ、あんまり紹介がどうこうってゲームかあれは若干価値に近いんだよね。そう、まだその方がいいじゃんみたいな、そう、これ本人だからそう思うのかな。いや、そんなことないと思います。神風精神とか言いましょうだよ。神風特攻ってこの本にまさに書いてました。それで2位になった人はまあなんかもやっとはするんだけど、そう、うん、まあ、リスクで1位も2位もないだろうみたいな。リスクならどうでもいい。だからその終わった後の流れとかを話してワイワイわちゃわちゃ楽しむゲームであって、あ、これそれはそれでいいんじゃないのって思いますけど、まあ、一応それはそういうゲームは目指してないっていう前提でこれ言ってることは分かる。それがそれが面白いからね。そう、それはそれで面白いんですよね。まあそれを自覚して読まなきゃならないという意味では割とハイコンテキストな文章ですね。非常に難しいことを言ってますね、これは。指針2の C、 キングブレイカーを作らない、作ってはならない、作らないの違いよく分かりません。多分原文が微妙に書いて変わってるだけで同じことだと思います。他プレイヤーの勝利を妨げるものであり、キングメーカーの中では罪が軽い。これは同意ができないな。キングメーカーの中でもキングブレイカーが一番まずいと思うけど、そうそうな、うん、要するに妨害するだけなんでしょう。妨害するだけで、うん、下手するとこれでゲームが永遠に終わらないっていうのは、まあ、主にイルミナティってそういうゲームですから。確かに本当にデザインが良くない、あのゲーム、イルミナティというゲームですか。イルミナティというゲームです。ジャクソンゲームだ。何か知らないけどもゲームとして完全に破綻してるのに意外となんかみんな好きなんですよ、ね、そうね、これやっぱテーマも数とかもそうですよね。いやーゲームとしてまあね、だってスティーブ・ジャクソンね、ガープスの、ね、ジャケットとかイルミナティも
好きなんですよ、だから、まあ、テーマは喜ばれるのかな、うん、だってあの鈴木さんのさあのあでしょ、ザ・クロマクロの人はまあ、全然いいや、結局あの変なつながりで、まあ、変なつながりで楽しいけど、統一教会とかね、自民党がそういうのを逆に楽しむ話題を知ったんだ。統一教会扱ったゲームってないですか？やったらいいじゃん。統一教会扱ったゲームってないですか？調べるのめんどくさいから。確かに調べるのめんどくさい。そう、まあ、イルミナティはこのキングブレーカーが起きる典型的なゲームで、しかもかなりひどいゲームで、本当に終わらないんですよ。勝利条件が一定のレベルに到達なんですけれども、勝利条件の直前まで行くと、他の人たちが寄ってたかって潰すことがほぼ 100% 可能なゲームなんですよ。はいはいはい、ということで本当に永遠に終わらないんですよ。あ、そんなゲームなんかリアルじゃないですか、ひどいゲームですよ。そうです、そうですね。ダメだけど、クロマクの方がいいかもしれない。そこさえクリアしてれば別にそっちの方がいいゲームですよ。どうやって終わらないですか。うちなんかパッと出てきたのキーダムでしたっけ。キーダムもなかなか終わらないですね。キーダムは、一瞬で終わる時と、全員が並ぶまで終わらない時があって、ひどいですね。それもひどいですね。キーダムもそこの処理で完全に失敗してるんですか。あれ以上です。あれ以上です。無限に終わらない可能性があった。キーダムは全員が上まで揃えばラス1では終わるじゃないですか。終わります。イルミナティは本当に永遠に終わらないです。本当に永遠か。それは最悪なんだ。キーダムでもなんか最後燃やってしまう。破綻してんだよね、すでに。あれ以上か。内務大臣とかキングメーカーだけど、内務大臣があれ一番楽しいゲームだと思うんですけど、まあ、フンタは時間が来れば終わりますからあれはね、だからそういうデザインにすればいいんじゃないですか。いやと思いますよ、普通に。大事なことなんですね。どんなゲーム、例えばカタンだってそういう傾向あるじゃないですか。あります、あります。人が終わらせようと頑張らないと終わらないですもんね。まああれはカードのあれがあるから、まあいずれ終わるんだろうけど、まあ肩もね、いずれ終わるので、うん、カード、あ、肩は基本的にそのリソースの総量がプラスなので、だから競技ゲームでキングメーカーはこうつまんないよね。まあまあ、だから3人以上で競技ゲームなんかやらない方がいいんです。本当ね。そうだよね。違う競技をしていなきゃいけなくなっちゃうから、うん、だからいろいろキングメーカーをなんでキングメーカーするかっていうのも、それが楽しくてやるとか接待でやるとかいろいろありますよね、楽しくてやるんじゃないですか、半分は楽しくて、いやいや、本人が楽しいではいいけど他の人は楽しくないからね。これはやっぱりキングメーカーの王様を殺してくるのが面白いんじゃないよ。キングメーカーってゲームはバラ戦争のゲームでしたっけ。そうです、アバロンヒルのゲーム、全然ここの昼が出して有名になったゲームです。あ、そう、それでね、ここで罪が軽いって言ってるのは、うん、じゃあな、今ちょっと話聞いてて思ったんですけど、じゃあなんでかっていうのは多分この下にあるのかなと思うんですよ。続けますね、はい、自分の数見込みが低いのに特定のプレイヤーだけを邪魔する効果はそれにて、まあ、キングブレーカーの説明です、はい、でこれがもし全員の邪魔をする効果であれば自分にわずかな勝利の可能性が出てくるため、はい、良いゲームデザイン要素になりうる、うん、なるとは言ってません、はいはい、なりうる。でそれがあの右に例を書いてます。ちょっと長い例なんですけど、あのレースゲームの例でトップが2人います、その後ろに3番目がいます。で半周ホールを遅れてる人がいます。で、コースに画鋲を巻くっていうコールあのカードをその一番最下位の人が B さんが使ってしまいます。まあ、その結果、そのトップの1人だけを下ろすと、2位か3位に勝利のチャンスが転がり込むっていう、こういうのがまあキングブレーカーの悪い例だと言っていて、でさて、もしそれがコース全体に画鋲を巻くのカードで全員が画鋲を避けられたかどうかサイコロで判定しなければならなかったとしたら話は違ってくる。誰のタイヤがパンクするかを決めるのはリーではなくサイコロだ。でそうすると、まあ、もしかしたらこの4位の人には、まあ、つまりこれはキングメーカーよりも悪いデザインがあるということですそこまでキングメーカーというのを恐れるべきではないということじゃないですか。行きたくなるゲームは面白いゲーム登場。サイコロで決めることが別に、私じゃなくてサイコロは決めたから OK だというのは、ね、まあ、誰かのせい、より問題だろう、それも。ただの責任回避ということはできるわけだけどね。というかね、それでも運の地じゃんって言われちゃったら終わっちゃうからね。まあ、でも全員がパン、あの多分ね、サイコロじゃなくて、この例で本当に言いたいのはサイコロを打るのではないんですよ。全員にこの、あの自分以外の全員にこの効果を打ってくるといいことあるよね。自分にもちょっとしたチャンスが芽生えるかもしれない。そう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 、ということを言いたいんですよ、全員に解釈すると。そうそう、これ単にゲームを長くするような気もしないでもないから。そうね、そうなんですよ。
あのマリオカートで後ろの方にいるプレイヤーに稲妻を使わせるみたいなことを言ってるんですよ。マリオカートは後ろの方にいる方が稲妻で出やすい、だからまあ後ろにいるのもまああれはね、あのシステムとしても作成になっているので、マルチゲームで後ろにいる方がいいっていうのは、他のプレイヤーがあこいつは叩かない方がいいよねみたいなのを強制的に、うん、共有させるから、意識として、はい、ルールにそんなも書いてない、マリオカートはちゃんとシステムでね、マリオカートが出てきてるのも分かんないけど、赤コーラは高校にいるときは効果的です、当たり前やん。だマルチゲームやると なんで俺を叩くんだよとか言う人が必ずいるじゃないですか。いますよ。なんでマルチゲームやるんだよって人が、これこんな下にいるのになんで俺こういうすんだよとか言います、ね、違うゲームになって、そういうゲームですからね、そういうゲームでも、ね、まあ、そこまで織り込んでばやっていうか、まあそれがもう前提でしょ。もう前提です。マルチゲームこのシーンだと人狼とか全てに超えて NG が出てしまうというようなゲームである。でもそればっかりなんかね、キングメイク、ゲームしてもゲームしてでいつもなんで僕を叩くんですかっていう人がいて、それはそれでムカつくんですよね。そうですよね。いつもなんでうるせえんだよ。シャゴの言わずに言うのなんだから。そう、わかる、いや気持ちはわかるんですけど、それ毎回 言いながら勝っているやっぱりするから、すげえ腹立つんですよね。それは叩かれてしょうがないだろうね、なんだけど、それ戦略なんだ。そうです、戦略なんです。それが嫌だよね。だからまあ、そうなっちゃうゲームがあるから、うん、まあそういう足止め、そういう足止めとなんか紙一重だから、キングブレイカーを完全に排除するのは困難で、大抵の場合はプレイヤーのスポーツマンシップがゲームの崩壊を防いでいる、うんうん、それは本当じゃない、うん、そうですそうです。ただあのゲームスポーツマンシップはルールブックには書いてないですね、はい、だから微妙な問題になっちゃう、はい、まあ、書いてるゲームもありますけど、うん、でもそれはルールであって、うん、マナーですね。マナーじゃないような気がするな、書いてあるから。あ、客の中のルールというか、そう、あの書いてあるのはマナーであってっていうんですね。いやでもメタルールだと思いますよ、ね。まあそれ言うと RPG 界隈では炎上ですもんね。そうなんだ。うん。ただキングメーカーまだなんか、うん、優しい問題な気はするんだけど、なんか。デジタルだとなんかあんまり4人戦とかでチーム戦だったりするじゃないですか。あのああこそとはどっちかというとデジタルの街で少ないですから、ね、はい、その戦犯がどうこうっていう話になってあれそれは2次元ゲームの、あのなんだ根本的な問題ですよ、はい、うん、それに比べたら全然なんかそうそういいじゃん、キングメーカーだったらデジタルの人数が大きすぎるので、あの単純に人格の下劣なやつが多すぎるというのがあるんだよね。ところがマルチプレイヤーゲームってまあなんかあのそこをナーナーで済ませる人しかやらないんですよ。そのナーナーがマナーって言うんだよ。二次元ゲームってもともとそうではないので、二次元ゲーム、まあチームゲームでもいいですけど、要は2つしかチームがない、二チームゲーム、まあ、それはどんな手を使ってもいい。大体なんかあれそう、あの大体二次元ゲームってはケツバットとかそういう問題が起きるわけですよ。なぜここで唐突にマリオカートの例が出てくる。マリオカートはだからその後ろにいる方が強いっていうのが、まあシンプルなデザインでできている競輪みたいなゲームだからですよ。競輪みたいなゲーム。マリオカートのゲーム性は大体競輪だと思います。確かにそうかもしれない。それはいいんじゃないですか。出身権で来年とかないから。出身権でマリオカートの出身権で来年とか面白いです。ああいうデザインですか。協定か。意図的にああいうデザインですよ、もちろん。新さんですね、それね、今ね、うん、まあ、マリオカートは露骨にそういうデザインしてるだけで、レースゲームも伝統ですよね、あれファミリーゲームだから、うん、すごい上手い人が永遠と勝ち続けることにはしないっていうデザインで、まあ、なるべくしないっていう作られてるっていうのは、確か、うん、あれ誰作ったんですか、横順平だっけ、マリオカート、マリオカートは宮本茂ゲームのかな、初代は宮本茂ですよね、うん、宮本茂はそうやってデザインしたっていうどっかで読んだ気分、うんうん、でしょうね。でも初代はそうなってないですよ、初代、初代そうなってない。いや初代は一応ありますよ。スーファミじゃね。いやすげえ上手い人は無理だけど。いやまあそこそこアイテム出やすかったんだよ。あ本当、うん。初代でもそうですよ。ある程度そう。キラーとかないからマシだけど、キラーとか特徴ないから。あの露骨なんて露骨にそこまでじゃないけど、初代でも一応そうです。まあ初代でもね、あの雷とか前走って出ないから。うん。そうだっけ、初代もう初代はもう前あの中3の頃毎日ようにやってましたけど、初代はそんなに極悪なアイテム自体がそんなないからなんですよ、うん、単に、まあ、初代やり込めばコースが覚えちゃうから、そうそれはあんまり差がそう、やっぱり強いやつが強いゲームだな、いやまあまあ、あっていうかマリオカートやり込むやつは本当にやり込むので、
まあ、レースゲームはそこまでマルチ要素強くないですよね。レースが基本的にレースゲームで全部ガチじゃないですか。あ、まあ、実際真面目にレースやっちゃうとね、はい、あ、F1 なんか抜きどころが一周中に何箇所あるんだみたいな話なんで、リアルにシミュレーションすればするほど逆転劇みたいなのが起きない、でまあ、それがあのゲームとしてはダメだよって言ってるのが詩人さんです。ここでちょっと難しいんですけど、序盤に先行したプレイヤーがより多くのリソースを手にすることは雪だるまスノボシステムでよくではない。あのスノボールっていうのは私が勝手に書きました、はいはいはい、多分スノゲームはこれだと思います。いや、まあ、あのフィードフォワード的なっていう言い方ですよ。です別の言い方をすれば、良いゲームはこの指針を一歩推し進め、特に罰則を課す逆風システムを採用している。でその雪だるまがダメに逆風が良いっていうことをで言い表してるんですけど、雪だるまっていう言葉は別、フリーゼなんかは別のニュアンスで使っていて、単にその日本でいう拡大再生産だから基金がでかくなる的な意味です。そうです、うん、で使ってる場合もありますと。ここで言ってるのはそのなんか拡大再生産に対して歯止めがかからないということが悪いと言ってるんであって、拡大再生産そのものではない。勝ってる人がますます勝つようになる。そうです、あのカタンみたいな、ただあのそれってゲームを早く終わらせることにはなるよね。そうですね、だからどこでそのフィードバックのポジションを、ネガティブからポジティブに変えるかっていう議論は、デジタルとかアナログデジタル問わず割と行われてます、ゲームはどっかで終わらせなきゃいけないで、そうですね、そうです。まあ、全てのゲームで一番悪いゲームは終わんないゲームだと思います。そうです、永遠に遊び続けられるんです。そうですよ、あのデジタルゲームの場合は命は有限なんで。いやだから、まあ、遊びたい、なんていうか遊びたくなっても終わってくれない、終わりたいと思っても終わってくれないゲームかっていうところですね。そう、長ければ長いほどゲームはいいと思った時これが私だから。でもそれは分かりますね。これが一般じゃないですか、はい、それはなんかそういうタイプのゲームならって感じですね、なんか生活との共にあるタイプのゲームであれば、ね、じゃあ SPI のワールドオブユーロピとか、いや、まあ、完全にそうし、あれは終わってほしくない人のデザインですよ。そういうのはいいんだけど、2000時間でした。ボードゲームのドライマキとか、なんかノリスとか本当に終わんないゲームがあるんで、あるんですよ。まあ要は終わんないのが作業になっちゃうとつまんないね。そうだから何かしらそのゲームが終わってほしくない要素がまだ残ってるんであれば、別にまあ終わんなくてもいいという考え方もあるにはある。でもここで言ってるのはそういう話じゃないですよ。いや、ここで言ってるも何も別にここでは何も言ってないんですけど我々が勝手に言ってるだけなんですよ、それは。まあまあ、あと3ついきましょうか、はいはい、指針4、自然にゲームが減速に向かうこと、ゲームが終盤に近づくほど上り坂は急になるべきだ、はい、どうですかね、まあ、まあそういうもんだとしましょう、まあ、一旦この人の話をしましょう。まあまあまあ、なんか指針というよりはこれはデザインテクニックですね、どっちかというと。そうです、あのこの人、まあ、指針と書いてあるのがこの人のデザインテクニックのことなんで、まあいいんじゃないでしょうか。指針さんはゴールへの距離に関わらず先行プレイヤーに罰則を課し、指針を全員に影響を与えるがゴールに近づくほど影響を、まあ、という違いがあるよという話です。カタンは恒例で単一の戦略だけでは10点を獲得できない、あの開拓地だけで10点は取れないよねっていう話ですね。パワーカードだけとかでも、そうパワーカードだけ10点も取れないし3点、そんなもんで5点くらいあるんじゃない、全部で5点あるって、まあ実質的にはまあ2点ぐらいですかね、標準ゲームなら。フェーズ10というラミーゲームでは1から10までの指定役、フェーズ1からフェーズ10までの指定役を順番に作るらしいですけど、後の役の方が難しいということなんで、あのだんだんあのその個人個人の目標があるんだけど、だんだんその揃いにくくなっていくよみたいな感じです。これコントラクトラミーはみたいな感じですよね。ただコントラクトラミーはあの全員共有でそのあのディールの役を、いや違うのもあるんですよ、あそうなんですか、個人役、そしたら まさにそうですね、コントラクトアミー。自分も書きながらそれをこれはコントラクトアミーだなっていうのを思い出しました。要はコースの最後が一差がきついみたいな。あ、そうですそうです。あ、今そこで並んだように見えるみたいな。これもでも加減が難しくてね、そうですね、結局全部追いついちゃうみたいな話もあるし、ここではでも、ね、そうもうちょっとペテンに近い感じですよね、その、見た目上の点数で追いつくってことしか多分ここでは言ってない、そうですあのペテンだっていう話をはっきり言ってますから、ね、言ってますよね、まあ
幻想、そう幻想、自然な幻想が十分な勝利のチャンスがあるという幻想を生み出してくれる、あ本当に揃っちゃうゲームもあるんですけど、はい、その急坂がきつくて、うん、で登るための条件がまあなんていうかいろいろあって、うん、でここで言ってるのはそうではないですよね、あのちゃんとその、うん、坂は急なんだけど一歩一歩登れるようにはなってる、うん、カップで言えば実際よりも自分が先頭に近い場所にいると感じるだろう、あのさっきも名前出したんですけどフリーゼが結構割とこの問題は考えてると思っていて、なあの拡大再生というか雪だるま式のシステムに関心があるってなんかオピニオンエンターテイナーズにインタビューで書いてたんですけど、そこであの実際にドミニオンなんかをすごい自分で勉強というか研究を、うん、分析をして、それで ああいう風に勝利点カードと同じように、うん、例えばあのビール公爵というゲームで建物を建っていくことで能力が増えていくんですけど、うん、終盤になると建物を勝利点に変え、建物を記念碑に変えていくことで、はいはいはい、記念碑に全部変えたらゲームが終わるんです、そうですね、だから記念碑に変えていくことでその代わり能力が減っていくから、そこでこう減速がかかるようになっているみたいな、そういうマイナスのフィードバック的なことはすごくいろんなゲームでやってます。ビル公爵は典型的なそういうタイプのデザインというか、ね、うん、まあ、あれはなんか、あれはなんかもっと、そういう意味だけかというか、そこがメインかみたいな感じの、ところはありますけど。なんかね、それができてないゲームって結構なんか同人だと多いよね、やっぱり。たくさんあります。まあそこまで行ってないゲーム多いです。要はそのあれだよね、点数が2倍2倍になっていくゲームだと、例えば。カズマさんが10ターンでできること、俺が11ターンかかったとしたら、うん、あのカズマさんが100点としたら俺50点になっちゃうから、うんうんうん、あのなんだろう、80点ぐらいくれよって思っちゃう感じは、ね、そう、ね、そう、85点とか、そう、ね、嘘でもいいから見せてくれよって、ね、10ターンでできると11ターンでできればできるんだから、うん、まあ、80点ぐらいあってもいいじゃないの、ね、みたいな、そういうことだね、そう、そういうなんか、うん、あのそのように見せてほしいっていうなんですね。指針5、タープレイヤーに影響を与える能力はゼロとたくさんの中間にすべきだ。これ何言ってるかというと、あのタープレイヤーとの影響っていうのはあのインタラクション、干渉のことなんですけど、それがインタラクションがなさすぎてもありすぎても良くないっていうことを言ってますこの人は。谷口ソロプレイゲームがあるのかと。いや、っていうかこう量の問題ではないというか、うん、何も言ってないですよねこれやっぱり、うん、なんかプレイヤー間の干渉がなければ他人数でソリティをやっているのと変わりないが、干渉が過ぎると先行プレイヤーが潰される、まあまあまあそうなんですけれども、うん、そうなんか過ぎるととかそんななんか雑な言葉でその語れるような話じゃないんですよこれは。いや、合ってるんだけど何も言ってない、うん、そう、うん、まあでも、まあ、別に他人数ソリティアでもいいしなっていうところに最近はなってるんで、うん、なんとも言えないっていう、ソリティアっぽくなってるよ ね、そうそう、何が面白いのか全く分かんないですよ。あの数学セミナーね、あの最後の回で、うん、あの打倒型となんだっけ、独行型っていう形でね、はいはい、こう二次元の軸を出したけど、まあそういうことだと思うんですよ、そうですね、うん、あ、まあですね、あの参考資料で配ったやつは聞き取れた部分で、あの影響力を大きくしすぎて他のプレイヤーの自主性を奪ってはならないっていうのがガイドラインの6番くらいに、6番1枚目の、右側の方ですね、うん、同じことって言って、うん、まあ、あの一応補足説明が入ってました。なんとなく言わんとしてることは分からんではないですけどっていう、あのちなみにこの本の中で、まあ、良い例というか干渉がないんだけれども微妙にある例ということで、うん、レースフォーザギャラクシーが上がってます。あのフェーズがなくなるやつ、フェーズがなくなるやつ、はい、みんなが好きなフェーズをやりたいって言って、はいはい、それができる優しいシステムのゲームで、そう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 、やりたくないフェーズはみんなやらないっていう、はい、入って投票したやつだけがフェーズがやれるゲームか。フィールドもそうなんですけど、あのなんだっけ、キャラクターリスクゲームズで語ってた、まあ、似たようなこと言ってるんですけど、基本的にその、インタラクションを一元的に少ない多いで語るのは間違いだと思うんですよね。どういうインタラクションをデザインするかの話であって、そのどれぐらいっていうその、量として捉えるとなんかその、多いのが良くないとか少ないのが良くないみたいな、しょうもない話しかならないんで、うんうん、多分そのレースフォーザギャラクシーの例を出してくるってことはその本当は分かってるんですよね、うん、経験的には分かってるんだけど、ただそれでも言語化できてないっていう、うん、
でもやっぱり人を邪魔しやすいゲームとそうでないゲームがあるんですか。自体はあります。その程度に程度がこうあまりにも激しいとやっぱり差はでありますけど、もちろんていうかその邪魔しやすいということも過干渉が良くないと言っている時の邪魔しやすいっていうのはちょっと違うでしょ。攻撃別にだって邪魔しやすいこと自体が何も悪いわけじゃないんだから、うん、そうですね、うん、だってそのだからイルミナティみたいな意味での邪魔しやすいなるのは良くないっていう話でしょ、うん、これ直接攻撃をそのプレイヤーに狙いを定めて攻撃をかけてとかね、進行が止まるっていうのは良くない。そうそうでだからまあだからなんか前に出ようとすることに本質的な意味が何もなくなるということが問題だと言ってるのであって、うん、別にそれはそのインタラクションの量の問題では本当はないはずなんですよ、うんそうインタラクションバリバリでもね普通に別にちゃんと進んで終わるゲーム収束して終わるゲームというのがあるし、それでどういうふうにすればいいのかということについてその、ガーフィールドの言葉を、まあ、ここでは限ればヒューリスティックスリーをちゃんと作っていけるんだったらそれで何の問題もないわけで、うん、マジック・ザ・ギャザリングは全然そんなデザインじゃない。マジック・ザ・ギャザリングは2人用だから何だっていいんですよ別に2人用はねそうまあそうですね確かに。ああでもあのなんだっけ4人戦でやるルールあるじゃないですか。あれはまあ若干そういう問題ありますよ。もちろん4人用のマジックみたいな。いやあるあるんですよ。というかあ名前忘れちゃいました。相当巨人戦とか魔王戦とかエルダードラゴンハイガンダー EDH エルダードラゴンですね。最近だとそのだから殴った人になんかなんだろう。この今一番いい状態にある人っていうトークンが渡ってて、それ持った状態で、自分のターン回ってくるとカード1枚余分に取れるんですよ。でその人を殴るとそれが奪うみたいな感じで、はいはいはい、殴ることにインセンティブを与えたりするみたいなのはしてますね。そうしないと動かない結局、なるほどね。そうなんかよっぽど何も知らない人には、まあ、とりあえずこれを言っとけというのはまあ分からんではないですよ。それはよく分かり、それはね、よく分かりますよ。そう、初心者から始めるんだったら当然こういうことは踏まえておかないといけなくて、その先になると急にこの話は難しくなってくるっていうような話ですね。まあでもいいんじゃないでしょうか。まあ、それはそれでいいですけどねっていう感じです。あ、いや、いいっていうのはその、うん、なんていうかな、まあまあ、そういうところをまで実は結構問題があるというかいろいろ話せるというか、うんうん、そうでもないみたいなのが分かる人にはなんか、うん、なんだろういくらでも批評して良いという感じがするんですよね、うん、結局騙せばいいって言ってるんですから、うん、そうそれは、ね、そう新録言ってますね。交代を許容しない、うん、ここも、ま、なんかそんな感じです。得点を減らして購入させるのは全く問題ないが、強制的に得点を失わせるのは他人の得点を上げるのと実質的に同じであってもよりストレスがたまる、うんうん、どうなんですかね。これは人によると思います。俺はどっちも同じぐらい経済学の難局みたいな話ですね。まあそうですね、まあ、これはもうなんていうか商業的なデザインテクニックですよ本当に、はい、そうです、うん、まあまあよく聞きはしますうん、まあでも分かります。分かると思う、まあまあ、分かるは、まあ、こういうことはまあ言いたいんだろうなというのは分かります、はい、これが必要な場合行動を制限するといってより間接的な方法が好ましい。例で上がってるのがなんか同じことであっても、2ターンスノーゴーグルが凍って動けなくなるっていうのと、うん、2マス下げるのとでは結果が同じであっても意味が違うっていう、うん、感じさせ方が違うみたいなですね、うん、下げる方がダメなんだ。下げる方がダメだっていう。それはまあダメということになるでしょう、ね。場合によりけり。それ場合によりけりなんですけど、多分そのなんか直接的に得点を減らしてしまうっていうのがなんか良くないっていう。要はそれがそのダメかっていう直接に得点が下がるから、例えばアグリコラで物乞いしないようにしようみたいな感じで、うん、下がるよって最初に言っとけば別にいいっていう気もしますよね。うん、まあでも同じことでも。一番プラス点が多い人は勝ちっていうのと、一番マイナス点が少ない人が少ない人は勝ちっていうのと、なんかやっぱりプラス点が多い方がいいような気がする。そうですね。ような気がしますけど。うんうん、まあ、それはそうだと。点数とかその前に進んでるってことはどちらか、まあ、テーマ的な意味付けの問題ですよね。これは、うん、気持ちの問題だ。気持ちの問題。で、正直アブストラクトでそんなことを気にする人は誰もいないので。まあうんでそれなので、苦痛を伴わずに抗体を導入する良い方法の一つはお金を利用することだ。まずお金は消費するものだと直感的に理解されている、うん、だからこう失っても苦痛じゃない。使うのは払う。お金は盗まれるもんだ。直感的に盗まれるもんだ。普通は盗まれるもんじゃない、うん
またそう盗まれてもね、牛が盗まれても大丈夫みたいな。またさまざまな単位のお金を扱っていれば、手持ちのお金を失っても後退とは感じないね。これ通貨単位が違うってアルハンブラみたいな話ではないです、うん、右側に書いてるんですけど、掘り下げればこれは脳の問題であって、25セント硬貨2枚よりむしろ5セント硬貨7枚を手にしたいと思ってしまう、2枚より7枚の方が数が多い。そんなことはないけどそんなことはないけれどもでも言ってます、まあ、とりあえずこの人言ってます、そんなことないと思うんですけど。いやだからこの人にさ、まあ、そういう子供ならいいのかもね。2枚ちょうだいだったら応じるのかな。応じるんじゃないですか。なんかそういう小話ありましたね、うん、そういうふうにずっと応じておけばまた1枚くれるからっていうような話どっちが欲しいっていうと低い方がいい、そうそうそう、この指針って最後の指針は、まあ、気持ちの問題のことで、ね、そうですそうですね、そうです、他の資源にすり替えて交代見にくくするという、てか他プレイヤーと比較するのが難しい資源に押し替えたり、さまざまな単位のある資源を使ったり、あるいは敵に減少することがある場合はプレイヤーが認識している資源を利用することだ。テント7枚はないでしょ。実際その心的な効果を置いとくとしても、はっきりと交代のあるシステムってはちょっと作りづらいというのは確かですよね。千冊5枚より500円だか10枚特にその最近ではユーロゲームでは典型的なビルドアップ、はい、何かを作り上げていくタイプのゲームだと、なかなか交代というのをゲームシステムに組み込むのはちょっとしんどいというのは、まあ、分かるは分かる、うん、なんかこの間つい最近シビライゼーションをやってちょっと感動したんですよ。あとにかく文明が壊れまくるゲーム。わかりました。そう、ね、この間ね、シブロックを初めてやってね、ギルガメッシュをねボコボコにしました、ね。いやなんかそうだ。楽しいですね。みんななんかこうそう荒々しいなこういうのって。そう。でもまあまああれはあれでいいじゃないですか。あれはいい。いやだからまあなんか異文化だなみたいな。そうですよね。異文化。異文化ね、そうユーロ的な、というかドイツ的なとこ。ダムダロック。ただあれの方が数多いんですよ。そうなんですよ。だからユーロの美意識っていうのは最近割と最近のものなので。はい、それまではゲームといえば、まあ、基本的には殴り合ってなもみたいな感じのものだったんですけど。あとね、俺その5セント7枚をっていうのは計算するともちろんそうでないからないんですけど、なんか手元にあるときに一瞬ちょっとなんか一瞬あまだ大丈夫みたいな気持ちが湧くっていうのはちょっとわかるんですよね。なるほど。一瞬だけね。まあ、あれじゃないですか、紙製のトークンがいくつか並んでるよりも木製のプリントゴマがいっぱい並んでる方がちょっと気持ちいいんでお金払ってでもプリントゴマ加工しとこうみたいな、なんかそういうのも含まれるんじゃないですか。かもしれない。まあ人間心理としては分かんないでもないですが、シャツタも分厚くしたから分かんないでもないですがとか、そう分かんないでもない、納得は難しいところが、まあこれはね、例えばね、私が訳しているローハンマー RPG というのは、貨幣のレートが違うんですよね。だから金貨1枚が金貨220枚で、あ1対12対20なんですよね。金銀どのこと、これはなんかイギリス的な感じですね。はい、12なんだ。ということで、計算が厄介なので、まあ、そういう意味では、まあ、12分の11の通貨を出してこないだけマシみたいな感じです。15、13でしたっけ、イギリスのエンギニーって。そんなのある。11だから13だからの通貨だった。今はやってないですよ。もう言う。なんだその地獄みたいなシステムと思うんじゃないですか。日本の金と銀のあれなんかもややこしいですよ。あれはって出してると思う。リアル的にやるとそうなる。だってほら、江戸時代は金と銀の交換レートって単純なもんじゃないじゃないですか。なんとか。金ならなんとか銀5枚とかで1対20対1枚になって変わるから1金貨が20銀貨で240真鍮貨だから1対20対240というレートですね。20対240、あそこはじゃあ12なんですね。そう1対2、だからまだなんとかなるかなとかなれちゃうから、こういうのであると、まあ、騙すためにわざわざこの数をずらすっていうね、戦略として、まあ、いや、そうですよね、なくはないですね、